はい、皆さんこんにちは。今日はですね、挙句という文型について勉強したいと思います。この挙句ね、この挙句って何ですかとね、挙句っていうのはもともとこういうふうに書きます。ね、今文法で使うときは漢字は書きません。ね、ひらがなで書いてください。でももともとこの挙句というのはこの言葉から来てます。この言葉挙句というのはね、こうね、日本にはね、詩がありますよね。まあ、台湾中国にはね、唐詩三百首とかありますよね。日本もあります。ね、日本も詩があります。で、詩のこう一番最初のね、こう一番最初の句をね、こういう順番でいくとしたら、一番最初をこれ発句と言いますね。で、発句ですね。発句。そしてこの最後の部分をですね、最後の部分を挙句というふうな言い方があります。ね、最後の句を挙句。だから挙句っていうのは最後っていう意味ですね。はい。で今回の文型はいろいろ A した後最終的に B になりました。B の状況です。という時にこの文型を使います。しかもですね、この挙句のここですね、今言いました「いろいろした」ということが大事です。いろいろ A した後、いろいろ A した後 B になりました。ね、ですから1回の動作、ね、1回の動作ではこの挙句は使いません。例えばこれですね、コップ1杯のビールを飲んだ挙句、ね、吐いてしまった。どうですか？コップ1杯のビールを飲んだ、これ1回の動作ですよね。じゃあこれは挙句を使いませんね。これはちょっとまあおかしい、まあ、三角というか、まあ、おかしいですね。はい、これは不自然ですね。挙句の前はいろいろな動作をして、いろいろな A の動作の後という時に使いますから。だから例えばこれはいいですよね。十何杯もね、十何杯ね、十何杯もビールを飲んだ挙句ね、たくさん飲みますね、飲みます飲みます飲みます、飲んだ挙句吐いてしまった。これはいいですね。挙句を使うのはいいですよ。ね。はい。ね。この点大丈夫ですか？そしてですね、まあ、吐いてしまったってこれ良くないことですよね。この B の部分っていうのはマイナスの内容がきます。ね。マイナスの内容がきます。ね。ですから、例えばですね、これですね。毎日無理して遅くまで働いた挙句。ね。毎日ですね。無理してこれもう頑張って頑張ってね、遅くまで夜ね、遅いね、例えば10時11時とね、遅い時間まで働いた挙句、最後どうなりました？最後に部長に昇進した。おめでとうございます。これはいいことですよね。ですからこれは挙句を使いませんね。これは挙句を使いませんね。これもね、さっきちょっと×書きましょうね。挙句は使いませんね。他の文型でね、やりますね。今回の挙句は使いません。じゃあこれどうですか？毎日無理して遅くまで働いた挙句、ここはこの上と同じですね。同じ。はい、過労で倒れてしまったとね。過労で倒れてしまった。うん、これは悪いことですよね。倒れてしまいましたとね。日本では、まあ、台湾もありますか、まあ、過労死ね。ありますよね。これ大変です。マイナスですね。はい。じゃあこれは OK。挙句を使います。つまりこの B の部分っていうのはマイナスの内容がきますよ。まあこれ気をつけてください。ね。まあ、それから接続のね、言い方ちょっと接続についてちょっと言うの忘れました。今言いますと動詞は多形ですね。はい。それから挙句の前、名詞も大丈夫です。ただし名詞はね、動作性名詞。基本的には例えば議論、残業、苦労とか、ね、これ動作性名詞というのは全部「する」をつけることができますよね。議論する、残業する、苦労する、やっぱりこれも動作ですね。これも動作です。この動作の挙句とね、議論の挙句とか、ね、残業の挙句、ね、苦労の挙句ね、こう使います。そして、まあ、挙句にこの2はですね、こう括弧しているのは、まあ、出る時もあるしまあ、出ない時もあります。まあ、先生の書いた例文は全部ね、2が出てませんが、まあ、例えばこれもね、飲んだ挙句に吐いてしまった。いいですよ。ね。はい。それからね、挙句の後ろにの、そして名詞。これは少ないですが、例えばね、何々挙句の果てにっていう言い方があります。ね。果てっていうのは、これも最後ですよね。まあ、名詞なんですが、挙句の果て、つまり最後の最後にってことですよね。最後の最後に、やっぱり同じマイナス、この後ろにはね、マイナスの内容がきます。はい。これがですね、何々挙句の、文法です。文型です。皆さん大丈夫ですか？例文。兄は暴飲暴食を繰り返した挙句に、糖尿病になってしまった。就職についていろいろ悩んだ挙句、卒業を1年延期することにした。父は毎日の残業の挙句、出張先で倒れて入院してしまった。スマホゲームに何十万も使い込んだ挙句、家賃さえ払えなくなってしまった。会話。昨日福袋を買おうと思ってデパートに行ったんだ。うんうん。それで？で、2時間も並んだ挙句、僕の前の人で福袋が売り切れになっちゃったんだよ。あら、運が悪かったのね。ほんと、正月からついてないよ。